ドルニエドゥ31ドルニエドゥ31ドルニエドゥ31は、西ドイツの航空機メーカーのドルニエで製造された、VTOL ジェット輸送機の実験機である。DU31 は、NATO 要求仕様に合致するように設計された。この要求仕様は、NATO の契約 BM、BMR-3 で設計された、VTOL 戦闘機、e、EWRVJ101 を、 戦術運用支援航空機にするよう要求したものである。1960年代初め、西ドイツ空軍は飛行場が東側ブロックの軍からの攻撃に対し脆弱であるという危機感を募らせていた。解決策としてストブル性能を持った航空機を構想し、これをアウトバーンからの運用を含む分散作戦で運用することとした。そこでこのアイデアの 可能性評価の積極的な研究を行った。この研究の一部には、ゼルプログラムという名で知られるようになる、F-104 スターファイター戦闘機の固定発射台からのロケット射出が含まれていた。スターファイターは、航空母艦用の後期装置を使用し、短距離滑走路で回収することになっていた。DU-31 は、前線作戦基地として、 同じ短距離滑走路を使用するように計画されていた。開発費用が高騰し技術的、平坦的な困難が分かってくると、空軍は、DU31、VJ101 やこれらの計画のキャンセルによって、後に生み出された、v f w ボック1 9 1バイトのような、V トール機を含む、種々の研究を中止し、これらの機体は、純粋に研究目的のためだけに使用された。 翼端ポッド内のロールスロイス RB162 当初の設計では両翼の内側ナセルにブリストルペガサス水力変更ターボファンエンジンを両翼端のナセルにロールスロイス RB162 を各々4機搭載することになっていたより大きなロールスロイス RB153 ターボファンエンジンが使用できるようになった暁には 翼端のノズルとエンジンは使用しないで済ます予定だった。エンジンをポッドに搭載したために、胴体は、後部ローディングランプ付けの容量の大きなスペースを確保していた。結局、E1、E2 と E3、E は、実験を表すマイナスの3機が製造された。E1 は、ペガサスエンジンのみを搭載し、通常の飛行形態のテスト用に設計された。E2 は、 静止試験用のエアフレームで飛行はしなかった。E3 は、ペガサスとリフト用の RB162 の両エンジンを搭載し垂直離着陸モードのテスト用に設計された。最初の試作機は1967年2月10日に2機のペガサスエンジンのみで初飛行を行った。2番目の試作機は10機すべてのエンジンを搭載し1967年7月に、 飛行した。最初のホバリング飛行は1967年11月22日に実施され、1967年12月には全身と後退の完全繊維飛行が行われた。DU31 は1969年のパリ航空省へのフェリー飛行中に幾種類かのファイ公認の世界記録を打ち立てた。この機は、 最初にして現在までで唯一の垂直離着陸可能なジェット輸送機である。開発プロジェクトは1970年4月にキャンセルされたが1970年5月4日にハノーファーのエラで最後の公開飛行が行われた。開発がキャンセルされた一因は大きな効力と通常の輸送機と比較して有用なペイロードの少なさと 後続距離を減じるエンジンポッドの重量であった。D31 の貨物室飛行した量子作機はドイツ国内に保存されている。静止試験用の E2 機の運命と現在の保存場所は不明である。ペガサスと RB162 リフトエンジン。ありがとうございます。